新郎新婦ご入場です。中学校で子どもたちが見守る中開催された模擬結婚式。企画したのは全日本ブライダル協会山梨県支部です。昔はお家でお支度をして、そしてその姿を近所の子どもたちが目にすることがあって、自分も将来ああやってお嫁さんになるんだなっていうイメージを持っていたと。でも今は結婚式場に行かないとその姿を見ることができない。じゃあ子どもたちに学校にこの結婚式を見てもらおう、そういう発想から生まれました。2020年の、コロナ発生から、明らかに、減ってますし、コロナ前コロナ後で考えてもまだ元には戻ってないですね。若者の結婚式離れっていうものが今言われていて、我々の世代はもう行うべきものとして捉えられてたので結婚式挙げてる人は多かったと思うんですけど。ご入道です。山梨県支部は協会の全国初の支部として2002年に設立。ブライダルの魅力を若者に発信しようと、中学校での出前授業や大学でのキャンパスウェディングなど、若い世代に結婚式への憧れを高めてもらう企画を数々行ってきました。インスタもそうだし、YouTube もそうだけど、自分を表現するってことに関しては昔よりずっと長けてますよ、ね。この日は山梨県支部のメンバーで活動の課題などを話し合う会議が行われていました。結婚して夫婦になって、で自分の子供ができると、その通過儀礼を大事にするんですよ。元支部長で理事を務める三上美希子さんです。全日本ブライダル協会会長の桂由美さんとともに10年間初代山梨県支部長として結婚式の啓発普及活動に取り組んできました。やはりこう流出するんですよね、人が山梨県に残らない。今でこそ未婚化とか非婚化とか障害未婚率とか言いますけれども、そんなことも昔なかったんですよね。前はだけど、それに取り組んでいかなければいけないっていう、もう現象がすでに起きていたんですよ。何か策を練らなければいけないということで、この全日本ブライダル協会の山梨県支部はそういうミッションを持たされたんじゃないかなって。障害未婚率が増加し続けている現代、次世代を担う若者たちにいかに結婚式の魅力をアピールするか、試行錯誤が続きます。小松支部長になってからはもうすっごく行動力がやはりあるんですね。もう自分の中でこれが大事だっていう焦点を決めたらすぐ実行する、すぐ動く。学校ウェディングっていうものにすごい熱い思いを持ってきて、会員も心を一つにして一生懸命やってますよね。その熱量を学生に、中学生に伝えていきたいと思います。ブライダルを通してブライダルに興味を持っていただいて、仕事だけじゃなくて結婚にも興味を持ってもらえたらすごい力だと思うんですよ。設立から20年を迎えた全日本ブライダル協会山梨県支部、これからも結婚式を通して地域の未来を明るく照らしていきます。